限定とかでしょ、使えないでしょ、うん、使える。それないとさ、なんかさ、びっくりのボックスみたいに叩いちゃダメなんでしょ。そうなんです、音が鳴らないです。ハテナボックスさ、びっくりじゃなかった。怖いんだ、このダイナソー。乗ってみてよ。いや、別に多分何でも乗れる。多分乗れる。あ、そうなの。シャロンさんが怖いって言ってましたよ。へぇ、シャロンさん何でも知ってますか。うんちくじじいってこと。そう、うんちく何でも知ってる。リコッタすごかったイメージあるな。いや、俺も好きですけど。あれいいよね。あれ、ミオも好き。乗ろう。いや、目つぶってるだけです。いや、だから今回はちゃんと目開けたい。いや、無理やって。なんかさ、そういう系のさ、いや、マジでわかんないんだけどさ、うん、乗るのが怖いから目つぶっとくっていう話じゃん。目つぶったら解決する理論ガチで理解できないんだけど。なんでなんで。いや、それ解決できるんだったらさ、うん、フライングダイナソーとかを目つぶったら。いや、違うじゃんね、あのさ、風が、そう、乗ってる感が増す。なんか心臓が動くじゃん、フライングダイナソーは。心臓が動く。なんかハリーポッターさ、あれ VR みたいにしてなかったらさ、体大して動いてないじゃん。ああ、体にかかる負荷の話。そう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 。怖いけど乗ったら全部一緒だなって感じ。変わんないっすね。なんかさ、昔さ、行った時さ、キャリーパミュパミュのさ、乗り物があったのね。めっちゃ怖かった。怖いんだ。めっちゃ怖いの。キャリーパミュパミュですら怖い。言ってない。言えてる。言えてる。言えてます。え、あれはディズニーのさ、ああ、全然怖くないじゃん。あれも怖いな。うん。スペースマウンテンも怖い。あ、それは相当だね。センターオジアスギリ。一回グッて耐えるなら。あれ、あの時間の問題ってこと？センターオブジアスの怖いと思うけど。怖いよ。俺もそう思う。富士急は割と終わってそうな。そう、富士急ね、だからあの水のやつしか乗ったことない。なんで行ったんだよ。いよいよそういう場所じゃん。戦慄迷宮とかもダメなんだ。怖いのもダメ。行く意味ないっす。なんでそういうこと言うの？ハニーハントは？あれはさ、あれは。一風さん好きとか？一風さん好きだよ。意外。さあ、行くぞ。してるよ。アミさんまだ被り物してないの。すべての人の良い面を見る。魔法の力のあるなしは関係ない。それにこの若者たちの中に将来ピリッチの名選手となる者がいそうだぞ。誰誰誰誰。何も聞いてない。ブイログよ。そういうなんか露骨なリアクションするの。誰誰。イエーイ。アムキティ買いました。欲しかったため。誰も好き。広いんです。終わったとか言ってるんですよ。いいじゃんね。何すか。いや、何もない。こういうことね。こういうことね、Vlog って。そうだ。こういうことか。これが Vlog か。でも目が浮かないんだよね。眩しい。先読み込んで出発です。すげえな。
茶さんが。お茶さん行って叩いていい。あー、本当だ。2万円ぐらい。2万も買ったの、お茶さん。いらないんだけど買っちゃった。